はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の関数の第20弾をお送りします。で、一応ね、高校受験対策っていう名前を変えてるんですが、特に気にしないでください。受験対策だとね、大学受験ですか？高校受験ですか？って聞かれることが結構多かったので、一応タイトル変えております。で、今回は大きな問題の中に小問3問のタイプとなっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ほんじゃ、いつも通りね、ちょっと画面下げますので、お待ちください。いくよ。よいしょ。遅い。よいしょ。早い。ちょっと待って、もうちょい、もうちょい。あれ？ OK。よし。でね、問題文外しちゃうんですが、あと別タブで開いてもらったり、あとはツイッターでね、この問題用紙の画像をアップしてますので、その辺で確認してみてください。では、いつも通りね、関数のはね、まあ、図が、グラフがあって、ここに問題文が左上にありましたよね。で、ここの情報をこっちに書き込みます。もうこっちを見なくて、読まなくていい状態に持っていくと。で、まず確認していくと、直線 L が、乗ってるんだよね。y イコール、マイナス2分の 3x、プラス12と。で、直線に関して、まあ、1次関数ですよね。直線に関しては、式が分かったら、まず切片はもう書き込む癖をつけましょう。今、切片、y 軸とぶつかってるここね。ここは、この12って数字と対応するので、まあ、12って書いても構わないですし、まあ、ちゃんと書くならね、x 座標は0って分かるんで、0の12となります。使う、使わないは関係ないんですけど、ひとまず書き込む癖があると、個人的にはいいかなと思います。で、直線に関しては、できれば、x 軸とぶつかってるところをね、まあ、使いそうな感じがしたら書き込むといいと思います。なんでかっていうと、ここ A ね、この部分。これは、x 座標じゃない、x 軸の上に乗ってるので、y 座標0なんだよね。こっちはもう分かってしまうと。で、今、この直線の式の上に A は乗ってるから、y イコール0を代入して構わない。なので、代入してしまって、0イコール、こうなると。で、マイナス2分の 3x、左辺に持っていって、で、こうなる。で、両辺に3分の2をかけてあげれば、こう消えるからね、こうやってね。で、x イコール約分して、8となる。だから、x 座標が8もわかります。で、自分は、まあ、10講師の時に自分の生徒にもそうだし、自分自身も、ひとまず書き込むっていう風にやってしまうのね、先に。で、もちろん書き込んで、いや、使わなかったじゃんってこともたくさんあるんですけど、だから、もしね、いや、そんな無駄なことしたくないっす、っていう方は、その出てきた時に必要だったら出せばいいっていうスタイルでももちろん構わないです。それは押し付けないんですけど、でも最初の状態で分かるものを書き込んでしまった方が、ひらめきやすいというか、特にまあ関数苦手な方なんかはね、おすすめなので、もしよかったら参考にしてみてください。で、もう一個が、B の X 座標が載ってんだね。ここだね。6。で、Y は分からない。ですけど、これも同じですね。X が6って分かってるから、X に6代入しちゃいます。かけるね。6プラス12。で、必ず掛け算先に計算する必要があるので、ここ、計算するとマイナス9です。で、プラス12ね。だから、やって3。y は3だからすぐ分かると。ちょっとこれ消しますね。といった感じで、今回、問題文の中には、直線の L の式と B の X 座標しか書いてなかったんですけど、その2つから、ここの座標もここの座標もここの座標も全部ちゃんと分かるよっていう。まあ、これが事前準備となります。じゃあ行こうか。1番ね、増加量ですね。で、一応書こっかな。増加量がっていうね、言葉が使われる公式は1個しかありません。変化の割合イコール、x の、ちょっとここサボっていい？ x の増加量分の、やっべ、上入ってるかな。y の増加量。あ、入ってた。これが公式です。もう増加量っていう言葉が出てくる公式、これだけだから。
変化の割合イコール x の増加量分の y の増加量です。で、今この L のこの直線に関してって言っております。で、これの変化の割合っていうのは傾きと同じです。つまりここマイナス2分の3です。ここで傾きと変化の割合ね、こっち切片だけど、だから変化の割合はマイナス2分の3と分かります。で、 x の増加量分からないんで x って置いておきます。で、 y の増加量12って書いてくれてるから12入れますっていう、もうこれで式完成です。これだけだから。で、実はですね、今回これを出したのは分母下ですねに文字があった瞬間に意外とここでペンが止まる方が出てきます。そうなんで一応出したんですけど、で、これはね、両方逆数にするっていう解き方をね、おすすめする先生もいますし、いろいろあるんですけど、自分はよく分数イコール分数の時だけなんだけど、分数イコール分数の時は×掛けっていうのを言ってるの、俺よく。あの、学校で言っちゃダメだよ、恥ずかしいからね。俺が言ってるだけだから、×掛けは。どういうことかっていうと、まあ、このマイナス、一応分子にくっつけちゃいます、こっちね。くっつけた状態で×です。こうやって掛け算をする。マイナス 3x 掛け算すると当然マイナス 3x イコール2と12掛けると24って、こうやって変形して OK なんです。これ×掛けですね。よく俺使うんですけど、いい、分数イコール分数の時だけだよ。ここにプラス5とかくっついてたら使うことはできないんですけど。で、マイナス3で両辺割れば x イコールマイナス8とわかるので、まあ一応ね、 x の増加量はマイナス8でしたよと。これで終了となります。では2番いきましょう。次が L の上の点で Y 座標の値が X 座標の値の2倍、まあ、Y の方が2倍になるってことだね。つまり例えばだけど、あれか、5の10とかこんな感じ。 Y の座標の値が X の座標の2倍になってるからね、まあ、こういった点を探したいと。で、これはですね、2番、まあ、求めたいのが座標なので文字を使って置いた方がやっぱりやりやすいです。で、この時の置くポイントがあるんですけど、まあ今までね、この受験対策シリーズ関数ももう20本目なんで何回も出てきたやつですけど、 X 座標を文字を使って置きます。それは A を使っても T を使ってもいいです。自分は T が好きなんで T を使っちゃいますけど、だからX 座標は T で、 Y 座標を違う文字を使って置いちゃダメです。もちろん置く問題はあるんですけど、基本的には置きません。文字は一種類で置きます。で、どう置くかっていうと、今この点、まあ、今置こうって思ってる点ね、これは L の上に乗ってるって問題文で言ってくれてます。だからここに代入して OK なんです、別に。で、 X が T って言ってるから X に T を入れると当然、まあ入れるだけだからね、こう変えるだけなんだけど、こうなるじゃないですか。で、これは Y 座標がこれですよって言ってくれてるので、当然そのまま、当然っておかしいね。こう置くことができます。こうやって置いてください。AB みたいな風に置かないでください。もちろん置いても解けるんですよ。解けるんだけどね。で、これ求めたい座標がこうなりました。で、話を戻すと、Y 座標は X 座標の2倍なんです。だから、そのまま Y 座標、これは X 座標の2倍だから、2T って置けば OK なんです。で、あとは、この 2T こっちに持って、こっちに持ってくると、2って2分の4でしょ?なんで、マイナス2分の 4T になるんで、くっつけてマイナス2分の 7t プラス12持ってくるとマイナス12です。で、まあ、このまま計算してももちろん構わないんですけど、マイナスマイナスなので両辺マイナスかけてね、プラスに変えちゃいましょうのがミスしにくくなります。で、両辺に7分の2をかけてあげるとこっちは消えます。で、こっち、まあ、7分の2かけると約分できないんだよね。だからこうなると。で、あとは求めたかったX 座標は7分の24なんで、このまんま。で、Y 座標はもちろんここに T を代入して計算しても OK だし、もし時間がなかったら、いや、できればやってほしいけど、ちゃんと計算をね。なかったら、Y 座標は X 座標の2倍って言ってくれてるので、これに2をかける。つまり、
7分の48ってやればこれで正解となります。で一応やりますね。 t 入れます。入れるとマイナス2分の7、あ、2分の3かける7分の24 t にね入れると、でプラス12、ここ約分するとこうなるんだよね。つまりこっち、あ、一応書くか、マイナス7分の36ですね。 3×12 でってなるので、通分するために、うん、プラス12は7分の84に変えます。通分でね。で分子計算するとマイナス36プラス84なので48にちゃんとなるので、まあね、ここにまあ導けるといった感じになります。さて3番の幅がすごく心配ですけどね、入るかな。一応この消しとこうか。はい、では3番いきましょう。でラストはですね、まあ直線引いてあるんですが、まあ、B を通って傾きが正です。だからこう右上がりね、この直線と X 軸 Y 軸ぶつかってるところを CD と置いてあります。その時に三角形 OCD、 このまあちっちゃいところだね、こいつと ABD かな、ここ面積が同じ時にこの座標を求めなさい、 C だね、という問題です。でこれはですね、楽に解けるやつを今紹介するんですけど、例えばこれね、この直線の式を y=ax+b、 まあ一次関数なんでね、 ax+b って置いて、ここの座標を出して、まあ切片なんでね、ここは0の b ってすぐ分かりますけど、出して三角形の面積を a と b の文字を使って置いてイコールで結んでって言って強行突破で解くこともできます。これ確認したのでできる、ちゃんと。ちょっと細かい条件が発生するけどね。でもそれやっちゃうと、これ全部消してもう一回書きなと途中しか書かないといけないぐらいみたいな計算量が必要になってしまうので、一応簡単な方で紹介します。でこれはですね、まあこことね、この面積が同じようになってほしいと。でこのままやっちゃうと、まあ、さっきも言ったように文字をめっちゃ置かなきゃいけなくなっちゃうの、三角形置くときにね。でどうするかっていうと、ここに補助線を引くんです。ここです。で今この青の三角形 OBD、 この存在ちょっと覚えておいてください。今ね、この下の三角形 OCD、 これに青の三角形をくっつけると当然こうなりますよね、まあ、見てもわかるようにこうなると。で、逆に右の ABD に青の三角形を足してあげれば、ちょっとずらしますね、わーっとね。まあ、ここの三角形になりますと。もともと赤が同じになるときを考えてるんですけど、同じ赤に同じものをプレゼントすれば、当然それが両方同じになるじゃないですか。同じものに同じものをプレゼントしただけなんでね。だから今話を変えるんです。この青の三角形と点線のこの三角形が同じ時を考えればいい。で、この方が出しやすいんです、面積が。めちゃくちゃ。特にこっちですね。点線なんか速攻出せます。底辺8ってわかるし、高さここでしょ?これ6の3なんで、6の3なんですよ。つまりここ3なのね。だからすぐわかります。こっちとかだったら。そう。っていう風に攻めていく。で、実際やっていくと、で今回 C の座標を出したいんですよね。でそれを座標0のほにゃららみたいな感じで置いても構わないですし、もし簡単に考えたいんだったら、これどっちで紹介するかな、簡単な方でいくか。ここの長さ、いい長さを B とかって置きます。今、まあ、B でいいかな、文字ね、で置いてやります。いいかな、長さを B です。でそうすると、今まずこっち、さっき言ったやつだね、底辺8、高さ3。で、かける2分の1です。三角形だから。つまり一応書くか。底辺かける高さかける2分の1。これがこっちの点線の方。イコール、今度こっちです。こっちね。で、ここは底辺今置いてる長さが B って自分で置いたんで、長さ B です。で、高さは、ここになります。この三角形。で、さっき言った6の3なんで、ここ6だよね。つまり6なので、底辺かける、ちょっと B と6がね、紛らわしいけど、
かける2分の1とこうなる。これ逆の方が良かったな。ごめんね。ちょ、逆にしちゃいましょうか。こっち、約分して 3b です。こっち持ってきましょう。3b。イコール、こっち計算すると、12か。ちなみに、右辺と左辺のものを丸々入れ替えるとき、符号変えなくていいですからね。別に。変える必要ない。今、丸々入れ替えた感じです。で、これ普通に3で割ると4になります。で、なんで長さをって言ったかっていうと、B が4ですよね。長さが4なんですけども、図でわかるように下に行ってるんですよ、C は。0より下。長さが4なんだけど、下に行ってるので、C の座標は X が0、B はマイナス4となります。これで答え。で、もちろん、これをね、まあ、オーソドックスに行くなら C の部分を0の B って置く方がシンプルです。自分はこうやってやりましたけど、一応説明で今こっちに持ってきましたけど、で、B って置いて、ただし、B は負だよっていう。下にあるから。で、何が変わるかっていうと、ここ B って置きましたよね。置いちゃったんですけど、下にあるので、ここの部分が計算するにマイナス B になるんですよ。で、どういうことかっていうと、今ね、ここが B が負って置いたので、例えばマイナス3とかマイナス4になるわけですよね。で、もしマイナス3とかマイナス4ってなってるものを面積求めるんだったら、いい。座標が0のマイナス3だったら、ここの長さは3って書くじゃないですか。マイナスを取ったものにするから。だから、これも B って置いたんだけど、マイナス B に持っていかなきゃいけないの。計算の時に。そうしてたらずれちゃう。B がね、おかしくなっちゃうっていう。で、ここが若干パニックになる方もいるかなと思って、今長さをちょっと置く方で説明したんですけど。で、あとは、すごいこうね、もし細かいところまで突っ込むんだったら、ここまでいいですよ。あのね、これ以上聞かなくても大丈夫なんですけど、B が降って、ね、下に来るっていう保証はあるのかっていう話になるんですよ。で、これはですね、例えば、右上がりになるっていうのは決められてるので、こっちにはできないんですけど、直線を、これね、あんまりだとあれか。例えば、こんな風にしましょうか。こっちに持ってくる。そうすると、ここが C ですよね。Y 軸とぶつかってて。で、ここが D になるんですよ。これは、C。だから、まあ、この B だよね。Y 座標がプラスになるパターンです。上に来てるから C がね。で、この時、OCD ってここに来ますよね。OCD。で、もう一個、ABD は、ここなんですよ。D がここに来るから。絶対に同じならないよね。だって、ABD が OCD 食べてるんだから、中に入ってるものが同じになるわけないんだよ。つまり、B は絶対に下、B っていうか、まあ、C はね、絶対に下に来るってことが分かるので、まあ、こういう風に計算できるよっていう感じにはなります。いいかな？まあ、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回は、高校受験対策動画の関数の第20弾をお送りしました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、また、この単元だったり、別単元も撮っておりますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。